UF グッズランドをご覧の皆さん、モーニング娘。ワンフォーナイクタエリカと石田由美です。二人合わせてスベリスベリーズが好きな方はこうやってね、スベリーズのカラー合わせてもらってもいい
かあんまり主張せん感じがなんかまたいいなと思って、なんかエイナとか普通に学校とかにつけてくわけよ、リストバッグを。あのいやそういうのっぽくなくてスクールバッグに青なんかおしゃれとしてそうつけてくわけ、はいはい、やけんなんかこうやってさメンバーカラーの滑り入れの色をね、うん、スクールバッグとか会社のバッグとかにつけてもらえたら嬉しいなって思います ね、 いいですね、いいですね、うん、はい、そして続いてが、はい、パーカー、パーカー今着て、私が着ているこちらのパーカーなんですけども、かわいい、これそう、かわいいですよね。あの、注目すべきポイントはおてってれーん、てってれーん、こちらの、うん、チャックについている、なんていうんですか、チャームチェーン、チェーン、チェーンのキーホルダーみたいなのがあるんですよ、ここに、うん、で、なんとこれお、何やってんだ、どうなるかというと、お、取り方失敗しちゃった、ちょっとこう準備というものがありまして、まあね、後ろの方にはね、ですね、もうこうやってモーニング娘。ワンフォーっていう風に入ってて、まあモーニング娘。ワンフォー今年しかないので、ぜひ皆さんにもゲットしてもらいたいなって、今年の思い出ですよね。そうだね、いいですね。そしていいこの注目すべきポイントのチャームなんですけども、はい、取れた、なんとこれ一瞬で取れるんです。あんま説得力ないよそれ。いやいやいや、一瞬で取れるんですよ。そこさっきちょっと間違った取り方をしちゃったんですけど、うん、このあの普通のよくキーホルダーであるこういうこれです、これこれこれでついてるので簡単につけられるし、うん、簡単に外せるっていう、はい、でこの外したものを例えば携帯とか、そうですね、それこそカバンとか、カバンとかこれをつけられる、ね、あとさちょっと改造したら多分イヤリングとかでもできるじゃないですか。確かにできますよ、できるよ、イヤリングみんなしよう、てってれー。わかりにくいよ。てってれしか使ってないけど。まあこんな感じでパーカーも可愛く仕上げているので、はい、ぜひ。あ、しかも今回、うん、春ツアーで春だから、まあ、夏にこう続くじゃないですか。うん、なので薄めのパーカーになってるんですよ。あ、違う、軽くて。なのでこう夏でもちょっと肌寒いとか、うん、クーラーが効いてる部屋とかに行くときはこのパーカーを持ってって。着てほしいですね。ぜひ、はい、お願いします。そして続いて、お。まあ、皆さん気になってると思いますよ。うん、なんだろう。こんだけね、うん、なんかかっこよくクールに決めてる中、うん、何かが目立っている。なんだ？マフラータオルでしょ！イエーイ！まあ、これはですね、はい、まあ、デザイン的には、まあ、これもクールハローで結構濃いめなんですけど、こうやって、エリナ・イクタって書いてモーニング娘。コンサートツアー。モーニング娘。ワンフォーコンサートツアー。エボリューション。春エボリューション。で、コンサートツアーのタイトルも入って、はい、なんかちょっといつもより縦長いよね。横長い、まあこうしたらもう頭が間違いではないけども縦長いけどね、確かにそう長い、うん、あ確かに長い気がする、はい、まあこちらは、うん、毎年のツアー恒例メンバーカラーになってるので、メンバーカラーだよ、もう本当に本当にもう見てほしいみたいな、これだけじゃ物足りないって方はこれも買おう、そう買おう、そしたらこうしたら本当に一目で分かりますのでね、そう分かるね、これ推しなんだって分かるので、ぜひ皆さんゲットしていただきたいなって思いますね、はい、でこうやったらそうだよ、あ、滑りーズ推しなんだ、滑りーズ、滑りーズいいね、いいですね、いいですね、滑りーズぜひ、はい、よろしくお願いします、お願いします。そしてなんだ、あゆみちゃん、はい、何か持っていないか、なんだろう、私は何も持ってないですよ、え、何かつけていないか、じゃじゃーん、あ、つけてた。はい、こちらシュシュです、はい、まあ、いつも結構さ黒っぽいやつが多かった、そうなんですよ、なんと今回、うん、白地にモーニング娘。ワンフォーと書かれている、 それもゴールドで書かれているシュシュなんですけど、はい、コンサートって暗いので、うん、いつも黒だとあれ目立ちにくかったのかなとかあったかもしれないんですよ、うん、なので今回はそれを改良っていうんですか、改善、それをして白になりました。白だ。白なのでこう頭とかになんかつけたりして、白って合わせやすいよね。そうですよね。可愛いし白。うん、なんでこうやってつけたりしてたらコンサートでより目立ちやすいんじゃないかなと思います。ね、しかもさ今回パーカーが黒やけんさ、はい、ちょっと白がアクセントになって、うんうん、可愛く見えたりするし、こうやったらね、あ、白だ。目立つ。シュシュだ。ってなるから。あ、ちょっと今のやりすぎかな。やりすぎた。うん、ごめんなさい。でも本当にこう目立ちやすいし、うん、可愛いのでぜひ。女の子とかね、ぜひつけていただきたいなと思います。